今年も消えます。超豪華商品を受け取る年に一度ビッグチャンス。目玉商品 iPad Air、 iPad mini、 ブラビア40型置く場所ねえわ。あ、ビストロ、これ、僕ビストロ欲しいんですけど、 Amazon 欲しいものリストに入れてはや何年、未だに、ちょっと待って、未だに送ってくれないんだが、ビストロ、これがいいな。パナソニック、あ、ノートパソコンもね、もうダメ。HD のウェブカメラが開けないか。肉はね、いらないです。商品券、50よ。は、山分けか。50万かと思ったよ、一撃。手帳、ボールペン、付箋、ソース、カレンダー、生七味、カレンダー、パズル。微妙ですね。メガネ拭き、スケジュール帳、ストレスボール、カレンダーが多いな。バンクオブアメリカ。FC と先端のスポーツタオル、 FC 東京。RBS のラグビーボール、これいいじゃないですか。ワイヤレス Bluetooth スピーカー、あ、いいじゃん。これいいじゃないですか。羊の貯金箱。絶対いらないですよね。ぬいぐるみ。IIJ の T シャツ、IIJ のキーホルダー、IIJ のボールペン、吸盤キャッチボール、ゴムロケット、空高く飛ばしてまとめても楽しい、ワンちゃんとも遊んでください。あ、キュービッククローブ欲しいですね。スプリングナレッジコンサルティング。よくわかんないとこと。あ、大阪王将ね。まあ、そりゃそうだな。ゴルフボール？あ、びっくりした。大阪王将のゴルフボールがあるのかと思った。野村証券スケジュール帳。本当に怖い。ヤクルト？カリネックスのステンレスボトル 250ml。はあ、こんなのあるんですね。FXCM のマグカップ。FXCM？ へえ、アイアン FX。ああ、いいな、マグカップ。あ、これ欲しいな、これ。アイアンの。アイアン FX ブルゾン。これ、全身揃えてるやついたら面白いな、この金融関係で。キャップから。ゴールドマンサックス証券ステンレスボトル。あ、僕、これがいいです。何これ？ゴールドマンサックスのステンレスボトル。自撮り棒。トレーダーの読み筋。ライフ FX タオルいいじゃん。あ、これ欲しいじゃん。欲しいじゃん。まあいいや。何が当たりますかね、これ。今回は。皆さん、正月のやつ来ました？僕ね、いや、これ来て、あ、正月そういえば申し込んでたって、僕何枚ポジったかは全然気にしてなかったんですよ。まあ、それどころじゃなかったんで、損が。ていうか、もしかすると10万通貨届いてないんじゃないかなって思ったんですけどね、これ見てね、安心したんですよ、僕。ということでね、なんか、見てもらいましょうかね。ビターココ、多分っていうか、これ絶対、ゾロ目ですね、ゾロ目。そして、こちら。
正月見たいでしょ、どんなのが届いたのか。でーん、はい、ビタココね。はい、2つ目のなんとかなんとか。はい、2つ目の、バッグです。っていうかよ、前回の、おい、前回のソース焼きそば、なんなん、俺びっくり、びっくり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 、これ皆さんこれ来ましたよね、これ知ってますよね、これ3つで100円とかで売ってるやつですよ。どんだけバカにしてんだと、ユーザーを。どこまで落ちぶれたん、あんまり言いたいことが定まってない。ビタココ飲むわ。ココナッツウォーター、パッションフルーツピューレ、梨、清澄、清澄濃縮果汁、パイナップルピューレ、ビタミン C。あ、もう俺分かったわ。あ、俺嫌いじゃないね。俺全然嫌いじゃないよ。あ、俺全然いいわ、これでいいよ。もっといわゆる日本市場で溢れてるいわゆる清涼飲料水、甘ったるいのかと思ったら全然、パッションフルーツの後味、パッションフルーツの後味を水にした感じだ。ココナッツ要素ある？ココナッツウォーターなんだ、これが。原産国タイ。パッション。パッションフルーツ？ココナッツウォーターってこんな味なんだ。へえ、全然糖分ないよ。いろはすみかん、いろはすみかんが糖分、あれ糖分ゼロか、ダメだな。グリーンだから、グリーンだからとかと同じくらいの糖分だわ。あ、俺全然いいこれ。うん、ただ広瀬は許さない。あ、でちょっとこれ飲み終わって思ったけど、あ、思い出したけど、ビタココまずいまずいって言われたけど、よーく分かりましたよ。あのビタココまずいって言ってたやつらは、要はあのなんだっけ、ラーメン、醤油ラーメンかなんか来た時になんかすごい小麦臭かったとか言いつつ、なんか全然突っ込まれてなかったんだよね、広瀬のスレとかで。もうね、その生麺を茹でてね、周りの小麦粉を落として、でまた新たにスープ作るとか、そういうのすら知らないレベルでとか、レベルの人とか、まあ、あとはその市場、市場っていうかメーカーとか外食産業に毒されてる、あの砂糖たっぷり塩たっぷりであれがもう当たり前だって、ね、毒されてる人間たちがどんだけ多いかって思ったわ。ああ、いや全然それから比べたら何なんだこれ、全然味ついてないじゃんって思っちゃうんだよね多分。まあ、どうでもいいんだけど。